さあ、次の最終予選に勝てば、いよいよ本戦に出場決定だよ。みんな、頑張ろう。はーい。あんたが返事してどうするのよ、このバカ犬。次の相手はお前たちか。ん？イカルガがいないようだが。ちょっと野暮用でな。でも、試合には間に合うぜ。そうか、ならいい。ところでお前は誰だ。蛇女の皆さん、はじめまして、あやめです。よろしくお願いします。何がおかしいのですか。ああ、すまない。明らかに足手まといな感じだからな、つい笑ってしまったよ。なんですって。本当にそう見えるんですか。明らかな足手まといっていうのは言い過ぎですけど、でも少しだけそういうイメージはあるかも。そっちだけ人数が多くて卑怯よって言おうと思ってたけどやめるわ。皆さん、お待たせしました。バリ、いきまーす。5、4、3、2、1、 PBS なおステージ。悔しいです。死んでも勝ってやります。死んだら勝てませんよ。じゃあ死なずに勝ちます。そうだな、水鉄砲の打ち合いで死なれたら困る。どうするんだ。仲間がやられたようだ。これ以上はダメ。ラッラッヤッ。どうするんだ。もう激しいね。レッツクラッチ。さすがヘビジョって感じだね。ヒガリたちも上手くなってきたなって思ってたけど、ヘビジョも強いよ。そんな気持ちじゃ勝てないぞ。こういう時こそコキシ不審菌だ。お、ヤギオちゃん、今なんて言ったの。いや、だからえい、コキシ不審菌だ。おい、リョーナ、この口を狙うな。肝心な部分をうまく言えないだろ。味方がやられたみたいね。高ぶってきたぞ。何？これ以上は。すごい。リョーナちゃん、ダメになっちゃう。スプラッシュ！クラッシュ！出直してきなさい。
りです。グッジョブ。頼ん、覚悟。危なかったが、ポジティブシンキングの勝利だな。ああ、ポジティブシンキングって言いたかったんだね。やっとわかったよ。この後控えているのは本戦だ。これからもっと厳しい戦いになるぞ、イカルガ。やっぱりお前がリーダーで頑張らない。みんなお前を頼りにしているんだぜ。ありがとうございます。ですが私は。私はなんだよ。おいイカルガ、いい加減にしろよ。え、卒業試験がなんだ。そんなことでくよくよしてどうする。いつまでも情けないぞ。情けないといけないのですか。なんだって。もう放っておいてください。葛城さんにはわからないこともあります。そんな言い方あるかよ。人が心配してるっていうのに。そういうの余計なお世話というのです。ちょっと二人とも。イカルガ、カツラギ、その辺にしておけ。へっ、うじうじした女だぜ。ほんと無神経な人ですね。もしかして私が来たからこんなことに。そんなことないよ、気にしないで、あやめちゃん。はあ、でもこんな状態でこれから勝てるのかな。